本当に学校で私たちは何を学んでいるのか学んでいないのか、ちょっと先ほどのね、再びアンケート結果にちょっと戻ってみたいと思います。先ほどの子どもアンケートなんですけれども、改めてちょっと見直すとね、さっき斗真君電気は足りてるっていうふうに言ったんですけど、逆に電気は足りてないっていうふうに答えた子どもが非常に多かったし、日本には資源がないとか、やっぱり原発がないとやっていけないっていうふうに思っている子も非常に多いなっていうことが分かったり、あるいはやっぱり温暖化には原発がいいんだよっていうこともすごくみんなの印象に残っていて、これはやっぱりいろんな影響があるのかなというふうに思うんですけれども、ちょっとね、皆さんに質問したいと思います。今日本の原発は全部で何基あるか知っていますか？じゃあ菅野さん、今何基全部あるんだっけ、覚えてる？いや、分かんない。じゃあジョシュ君は分かりますか？54基あるって言われてるよね。じゃあその中で止まってる原発と動いてる原発があるんだけど、今動いてる原発って分かりますか？昨日斗真君調べたかな。何基？7基です。7基、残念でした。後ろをご覧ください。実はですね、クリスマスの日に玄海原発が1個ですね、止まりまして、今あの玄海のところは全部あの青くなってるんですけれども、今6基、54の中の動いてる原発は6個だけ。北海道の泊原発、それから柏崎刈羽って東電なんですけどね、ここが2つ残ってます。から島根原発、伊方原発、高浜原発ということで、例えば九州電力の原発は全部あの止まっているというような感じになってまして、もうかなりほとんどで、これは実はあの定期点検に順次入っていってしまいますので、もう4月頃には最後、泊原発が最後だと思うんですけれども、これでもしそれまでに再稼働がなければ、もう自然に止まってしまうという、なんか自然に原発止まるっていうような状態で、意外にもね、これだけ今暖房を使ってますけれども、あの使ってる原発は少ないんだなっていうのが分かるかと思うんですけども、実際本当に大丈夫なのかっていうことね、あの皆さんのアンケートをもとにちょっとお話を聞いてきました。環境エネルギー研究所の飯田哲成さんで、あのこれはちょっとね、子どもたちの時間が合わなかったので、あのボランティアの方が聞いてきてくれましたので、ちょっとこちらのビデオをご覧いただきましょう。はい。子どもたち自身が原発放射能に関する子どもたちアンケートを行った結果、はい、原発を続けた方がいいと答えた子どもたちの理由に、電気が足りなくなるからなどの答えが見られました。はい。どうしてこのような結果になったと思われるでしょうか？はい、あのそれは、やっぱり政府とかですね、それから電力会社、からの情報が、あの正しくなくてですね、でその正しくない情報が新聞とかテレビを通じて広がっているので、あの学校の先生も、君たち自身もですね、結局その惑わされているというか、あのすごく混乱した状況にあると思うんですね。はい。実際にはもうあの電気はもうあの十分に足りていてですね、原子力がもう本当に全くなくても電気の心配はないんですね。実はその他の天然ガスとかもう止まってる石油とか石炭は、あの原子力を目いっぱいずっと働かせるためにわざと止めてるんですね。あるいは全然使ってないのがいっぱいあって、予備の発電所がすごくいっぱいあるんです。石油とか天然ガスとか原子力というのは、これまで一部の人が権利を持っていて、でしかもそれをめぐって奪い合いの戦争とか、原子力の場合はそれ自身が恐ろしい原子爆弾になる、それを地球上のどこにでも降り注ぐ太陽エネルギーでみんなが暮らしていける、自分たちでエネルギーを使って自分たちで暮らしていける社会というのは、単に量的に足りるだけじゃないし、ずっと続くだけでなくて、しかも環境にもいいだけではなくて、あの僕たち自身が自分たちの社会を取り戻すということなんですね。ということで、その自然エネルギーに変わっていくというのはすごく大きな意味があるということです。ね、
なんかちょっと騙されてるんじゃないかみたいな感じのことも言ってましたけど、心さんはもともとねこういう問題に関心がなかったけど今はかなり勉強されてると思うんですけど、今のお話聞いてどういうふうに感じますか？そうですね、まあやっぱり私は原発事故以降本当に絶対正しいと思ってたものが本当にまあ教科書もそうだし政府の人の記者会見とかも全部ひっくるめていろんなものが信用できなくなってしまったというか、いろんなことを深読みしてしまうようになんかちょっとなってしまった部分があるなとは思いますね。あゆさんはどうですか？今までやっぱりね電気は足りなくなるっていうような感じは、うん、イメージあったと思うんですけど、今ね動いてる原発6基なんですって、どんなことを感じますか？どんなこと？ちょっと難しい？ちょっと難しい、はい。さっきね、トーマ君は電気足りるんだっていうふうに答えていましたけれども、なんかその通りみたいなことを飯田さんは言ってますよね。はい。まあそうだと思います。はい。そうだと思う。はい。あとさっきマイク忘れてなんかすみませんでした。あ、そう。マイクなしだったんだ。ごめんなさい。私も気づかなかったわ。ご自分でその。原発事故の後自分で勉強するようになったんです。その前から詳しかったんですか、原発のことに？いや、その前はなんかたまたま原発の授業をやってて、それでなんか少し危ないんじゃないかなとは思ってましたけど、まあ、原発事故後にすぐなんかパソコンとかで調べるようになりました。ああ、自分で。はい。ね、まあね、結局自分で調べる人とそうじゃない人の差が今ものすごい大きくなってるのかなっていう気もするんですけれども、今回、まあ、このね一連のずっと取材をしている真島助手君は、ね、海外のお友達がたくさんいるということで、他の国ではのお友達がねどういうふうに考えてるかっていうのをちょっとアンケート取ってくれたんですよね、はい、でちょっとそれをねせっかくなので紹介してもらいたいと思うんですけど、お願いします。はい、外国に住んでいる5人にインタビューをしてきました。はい、5人の友達ですね。国はスイスとアメリカとイギリスです。はい、スライドを見てください。はい、今出てます。一番上の写真を見てください。彼は、アントニオ・デビチェンティ、スイスのフランス国境沿いの町ジュネーブに住んでいる14歳です。彼は原発を完全にやめてほしいと思っているようです。その理由は原発は地球を汚染するし、福島の原発事故を見れば分かるように非常に危険だからだそうです。結構スイスの人も福島の原発事故のことはね知ってるっていうか、やっぱりインパクトがあるんですかね。2人目もスイスに住んでいる、ティル・ピーターマンです。彼は原発を使うことは危険すぎて、他にもたくさん発電する方法があるのにわざわざ原子力を使うのはバカバカしいと思っているようです。舌出してますね。はい、次のスライドを見てください。はい、一番上の男の子、彼はマイケル・アルメイダ、アメリカのマイアミに住んでいる15歳です。日本での大惨事を見て非常に危険だと思い、家から48キロぐらいにある原発が、マイアミの街、そして数多くの珊瑚礁、珍しい珊瑚礁が放射線の汚染地域になることが不安だそうです。はい、下の写真は、イギリスオックスフォードに住むジャック・ニューエル13歳です。彼は原発に対して2つの意見があって、1つは原発は我々にとって発電量が多いことでとても経済的に有益であり、二酸化炭素を排出しないという面でより環境に優しいと思っているようです。しかしもう1つの面は、使ってその後にその処理する方法が分かっていない、それが不安だそうです。最後のスライドを見てください。この女の子はエミリー・ポップハム、イギリスのオックスフォードに住んでいます。彼女は原発をやめてもっと地球のために良いもの、例えば風力発電、太陽光発電などを使ったらいいと思っているそうです。もちろん原発は危険だと言っていますね。あと学校でも特別な日を設けて授業でやったそうです。プレゼンをして、それでどの発電が一番いいかっていうのを決めたそうです。それで原子力は再開
あの石炭と太陽光とか再生可能エネルギーと原子力で争って、あの原子力が最後だったそうです。うん、はい、まあね、あの一番最後のね、女の子の学校ではディベートというかプレゼンし合って、メリットとデメリットをこう出し合って、そして順位を決めたりとか してるようですけど、ドイツなどのね、あの学校でも学校の中では教科書を使って原発のいいところ、それから悪いところ、それぞれを、まあ、あの比べて、そしてみんなで議論してるっていうふうに聞いてるんですけど、あのカイト君はドイツに行ってきたんですよね。10月ですか、11月かな、行ってきたようなんですけど、あの何かこう日本との違いというか、まあ、あのいろいろデモとかにも参加してきたみたいなんですけれども、何かあの印象とか何が違うというふうに思いました？一番はあのドイツから日本に帰ってきた時に日本がすごく明るかったですね。明るかった、電気が明るかったんですね、日本の方が。電気を使いすぎてるっていうか、いっぱい使ってるっていうのに気づきました。日本の場合ね、なかなか、まあ、今回実はあのアンケートも学校で取りたかったんですけど、あの一人は学校で先生に見つかって校長先生まで行って最終的にアンケートを取ることがあのダメになっちゃったっていうこともあって、やっぱり、あの私もね詳しくは理由を聞いてないんですけれども、あの学校でそういうことはやっちゃダメだっていう、原発の是非を問うアンケートですね。でそれも休み時間でお友達にやってたのが、まあね、校長先生にストップかけられたということで、やっぱりすごく、うん、日本のやっぱりすごく問題というか課題がこういうところにも出てくるっていう気がしますよね。どういう根拠なんだろう、うん、ちょっとねそれもちゃんと取材しないといけないんじゃないかと、うん、あの一緒に話してたんですけれども、で、まあ、今回ねやっぱりとってもその本当のことが分かんないしっていうところもあって、アンケートの中ではぜひその原発について話を聞きたい人誰なのかっていうふうに取ってみました。でその結果が今こちらの方に出てるんですけれども、話を聞きたい人で、結構バラバラなんですけど、1番は野田総理で、2番目が枝野大臣で、であの今回のね、あの参加してくれたメンバーの中にも共通しているのが、とにかく責任者に話を聞きたいと、本当に私たち大丈夫なのか、事故は一体どうなってるのかっていうのをやっぱり聞きたいっていう声が非常にあの強かったんですよね。で、まあ本当は枝野さんにこの場に来ていただくつもりでいたんですけれども、あのギリギリまで調整したんですけど、あの、まあ、難しくてダメになっちゃったんですね。で実は細野さんと枝野さんにはかなりあのお願いしたんですけれども、ちょっと難しいということで、今回、答えてくださったのは、まあ、文部科学省のですね、森裕子副大臣が、対応してくださいました。で、まあ、文部科学省といえば学校も担当してるし、それから原子力発電所も担当しているということで、これについてもビデオをちょっと撮ってきたので、ちょっと紹介してもらいたいと思います。でこれインタビューしたのはまたキラさんなんですけど、どんなお話を聞いてきたのか、ちょっとねマイクをもらって、ください。どんなことを、インタビューしに行ったのか教えてください。私は放射性物質を体に取り入れてしまうことの健康への不安について聞きたいことを質問しました。ビデオをご覧ください。結構国会議事堂行ったことあるけど、ここ初めてです。ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。国政府は子どもの健康と安全を十分に考えていると思いますか。考えている23人、考えていない37人、不明6人。信用されてませんね。信用されてないね。いや、その信用されてないというか信頼されていない、このそのことをしっかりとね受け止めるべきだと思います。日本は今チェルノブイリに似たような状況に置かれていると思うんですけど、今の私たちが20年後20年後になった時に、誰も全員というわけじゃないんですけど、なんかがんとか白血病とかそういう重い病気になるリスクってどんぐらいあるんでしょうか。ああ、そうですね、これはとても難しい質問ですね。わからない、そのリスクは正直を言ってわかりません。
その専門家の人がもうこれなら絶対大丈夫って言えればいいんですけれども、そこがその科学者の間でも意見が分かれていると。だから分からないからこそ、今できるだけ放射能を浴びないような環境を作る、放射性物質に汚染されたものを食べないようにする、特に子どもたちには食べさせないようにする、食べさせないようにしなければならない。だけどあんまり無理言っちゃうと、できないことまでね、やりますやりますって言ってもそれもまた大変なので、私たちはそういうことをもう最大限努力をする。でみんなから心配しないで、のびのび勉強をして、のびのび遊んで、楽しく過ごしてもらう。これが何よりも重要かな。分かったかな。よく給食に出てくる魚とか、あとキノコ類が出てくるんですけど、特にあのキノコとか、キノコは放射線物質を含みやすいとか言われてて、魚はなんか骨にたまるとかかんちゃらこんちゃらって話をなんか一度耳にしたことがあるんですけど、でその場合、その一回食べたからってなるわけじゃないじゃないですか。でも給食みたいにずっと出てきているものを残さず全部ずっと食べてると、なんかちょっと健康に影響があるんじゃないかと不安に思うんですけど、そうですね。で不安に思ってお母さんお父さんによっては、学校給食は信用できないって言ってお弁当を持たせますというふうに言ってお弁当を持ってきているお子さんたちもいますね。で私はそういう心配を、する気持ちはしっかりと受け止めなければいけないというふうに思っていて、今回の事故による放射性物質の影響をできるだけ皆さんが影響を受けないようにするには、まず測る、できるだけ詳しく、そして、そのもし数字が出てきた、汚染されている、少しなのかとてもなのかわからないけれども汚染されていますよということが分かったら、よくよくそれを分析して、どうしてそうなったのか調べて、そして必要な対策を講じて、できるだけ放射性物質の影響を受けないように、いろんなことを、できるだけのことをやるということを、私たちその政府の立場でやらなければいけないと思っています。はい、ね、キラさんの質問に結構誠実に答えてもらってたような感じですけど、どうですか、インタビューしてみて何か納得いきました？すごい詳しく答えてくれて、なんかちょっとチェリノブイリのこととかわからないっていうところもあったけど、確かにそれはそうだなって納得できたところもあるし、質問して疑問点がいくつか改善したところもあったので、よかったなと思いました。森大臣はね、秋にチェルノブイリに行かれていて、他の方とかなり違うなと思うの、やっぱりわからないところはわからないのでっていうところはね、かなり他の大臣よりもね、ちょっと一歩誠実というかあるかなというような印象もあったんですけども、じゃあもう一つね、ジョシュ君の方もまたインタビュー項目用意してたので、どんなことを聞いたのかちょっと教えてください。僕は原発について聞きました。じゃあビデオをご覧ください。昨年の中学生の原発の副読本には、原発は地震津波には耐えられると書いてあったようなのですが、それを書いた当時の、文部科学省、政府、そして東電は今回の事故は予測できていたと思いますか？難しい質問ですね。その原発の安全神話っていう言葉をご存知ですか？日本の原発は絶対安全だというふうにみんなが思い込まされていたというか、もともと危険なものを安全に管理するということについては、もういろんなことが起こるかもしれない、その想定外というようなことも起きるかもしれないという立場に立って、きちんと
準備をしておけばよかったんじゃないかなと思いますが、原発についてはそれができていなかったということだと思います。はい、そしたらそれについて、政府東電は責任があると思いますか？もちろんあると思います。将来的に原発のない社会を目指しましょうというふうに国が宣言をして、そしてその原発に代わるエネルギーを開発する方にお金を予算を投じていけば、日本の技術のなんていうかな、新しい技術を開発したり、そしてそれを利用しやすくいろんな工夫をしていくっていうのは日本人はとても得意ですよね。きっとその新しいエネルギーがもっとその利用が可能になるようにどんどん開発されると思うので、私は国の方針としてそういうものを示して新しい再生可能エネルギーの開発にもっともっと力を注いでいく方が日本のためにもなるし、それから世界のためにもなるというふうに私は思っています。ただこれが、必ずしもはっきりと脱原発というのを宣言するというところまで、国の方針としては今の時点ではなっていないということです。どう思いますか？脱原発が僕もいいと思うので、原発がなくなった時に、それ原発に頼らずに電力を賄っていく方法を今のうちに確保しておいた方がいいと思います。ありがとうございました。はい、これも徐秀君のですねインタビューに答えていただきましたけれども、結構厳しい質問して渋い顔もしてたようなインタビューだったんですよ。徐秀君どうですか、インタビューの感想は？結構丁寧に答えていただけたんですが、長くしたりなんか雑談してちょっとごまかそうとしてるような場面もあったように感じ取れました。もっと分かりやすく簡潔にまとめてほしかったですね。厳しいですね。やっぱり森さんの考え方と政府の考え方が必ずしも一致してないっていうところのもどかしさがかなりあってですね、徐秀君はもうかなり歴史的なことも踏まえてね追求してたので結構たじろいでたんじゃないかなというふうには思いました。ね、トーモ君は枝野さんなり責任者にお話を聞きたいというふうに最初のメールでも書いてたんですけど、なんで聞きたいと思ったのかっていうのをやっぱり聞きたいですね。はい、4月にいきなり基準値をかなり跳ね上げたんですね。それによって今の今も基準値以下なのに買わないとかそんないろいろなことにつながってるんですね。つまりその基準値を最初跳ね上げなかったらもうそれはもう安全と言ってよかったんじゃないかと思うんです。それでやっぱりそのなんで基準値を跳ね上げたのかとかいろいろ聞きたいことはあったんです。はい、やっぱりいろんなものがね原発の前と後で全部ルールが変わってしまってるっていうのはやっぱ不審なのかな。はい、天宮さんどうですか、今子どもたち その大臣副大臣へのインタビューをお聞きになって。いやすごい取材力ですねあんな突っ込んで。でも子どもっていうのを利用して言えることっていっぱいありますからね、ぜひ利用しまくってもっと突っ込んでほしいですね。はい、ちょっと大人が聞くとね、本切れされますからね場合によっては。直球で聞けるっていうところもあってね、だからそういう意味では今後もねこの企画は継続するのかわからないですけど、本当に細野さんね枝野さんにもこの先のことも含めてねやっぱりいつかちゃんと出てきて、しかもね子どもたちの問題なんですよねやっぱり、で話してもらいたいなっていうのは強く感じました。で今ですね、本当に不安なさっきの、ね、放射能の話もありましたけれども、この後なんですけれども CM の後には、実際に本当にこのタイトルにある通りに私たちの未来は大丈夫ということで健康とですね被爆の問題について、川根先生のレクチャーも踏まえながら考えていきたいと思います。では CM です。